もが尊厳を持って生きられる社会へ。彼女の戦う相手は日本の絶望です。誰もがたった一度の人生を、かけがえのない今を生きている、この事実に安倍政権はあまりにも無関心です。貧乏人を殺すな、蝕まれた者を殺すなと言って立ち上がっているその姿を、私はこの社会の日本の希望だと思っています。個人の尊厳というのは、あなたの存在を歪める何者にも屈しないで、真実と正義を貫くときにこそ問われているんじゃないでしょうか。